オーラー、新日本プロレスのオフィシャル DVD にまつわる情報をとことんマニアックにお伝えしていく NJPW DVD デラックスボリューム31でございます。皆さんお久しぶりです。約2ヶ月ぶりでございます。今回も MC を伝えます、トランキーロー二階堂です。よろしくお願いいたします。トランキーロー、はい、こっち、この2ヶ月の間にね、この、ね、私がデザインしたすごいスイングベルダブレスの二階堂さんのデザイン、はい、試写のシャツが発売されまして、はい、大変売り行きがあって、ラッパルカみたいな、はい、ラッパルカ古いか、何ですかそれ、骸骨仮面みたいな。へえ、あ、そんなのいたんですね、うん、なんか死者の日っていう骸骨とお花のお祭りの、これは内藤哲也の軍団のいわゆるモチーフなわけですね。そうですね、ははは、内藤さんです。そんな感じでございます。はい、今回もおなじみミスター X にお越しいただいております。よろしくお願いします。こんにちは、ミスター X でございます、うん、本日もこの DVD を通して古今のプロレス、今のプロレスの魅力を探っていきたいと思います、うん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして本日はお久しぶりの加藤でございます。まだ生きておりました。長谷智美さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。す、はい。さて今ワールドタッグリーグが盛り上がっておりますが、ね、東京ドームも近づいてきましたね。本当ですね。はい。今ワールドタッグリーグに出てるルーシュ選手が、ルーシュ、私大好きで、まあ、そう、前そのファンタスティカマニアに来た時に一目惚れして T シャツ買ったんですよ。でもその時にスペイン語が全く話せなくって、もじもじするだけでちょっと何も話せなかったんで、今回こそはちょっとまた T シャツ買ってなんかスペイン語で何か言おうと思います。あ、会場でルーシュがそれ売ってるわけ。売ってたんですよ、前。ちょっとかっこいい。前もこの、 あの生配信でルーシュが好きだってのは言ってたね。そういえば。いつか思いが通じますよ。そうですよね。はい、ちょっとスペイン語をちょっと頑張って勉強しようと思います。ね、続けてください。はい、ウノトレ進行ぐらいしか僕も知らないね。はい、あんま分かんない、うん、そう。はい、それではこの配信は毎月発売される新日本プロレスオフィシャル DVD に関する商品情報や見どころなどをざっくばらんに語り尽くしていこうというゆるい番組となっております。さて今回は今月21日発売の G1 クライマックス2016と明日発売の長州力 DVD ボックス革命の系譜新日本プロレス全日本プロレス激闘名勝負集をご紹介していきたいと思います。はい、さて初めにご紹介するのは21日発売の G1 クライマックス 2016DVD でございます。こちらはミスター X は決勝戦見に行きました。決勝と行きましたよ、決勝前日、あ、はい、行きました。なんか、はい、前日、あ、2日間とも両国でやったんだっけ、3日間でしたっけ、ね、そうですね、3日間いたんですけどね、僕のベストバウトはですね、はい、これ、決勝前日、それ、長州力これ、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 内藤哲也さんと、はい、ケニー・オメガさんの試合をですね、僕は今年のベストバウトかと思いました。あ、そう、素晴らしい、はい、感動しましたね。来週、なんか選考会があるって言ってたね、13日かな、うん、ベストバウトにそれ入ってくるわけ。はい、いや、これ僕の中の、はい、でも入ると思いますよ、はい、あ、そう、いい試合だったんで、そうでしたですね。でも私は個人的には7月24日の第7試合でその矢野さん対ケニーオメガっていう、そのちょっと面白い試合があったんで、それをが私の中で G1 のベストバウトですね。2人ともケニーオメガ入ってるね。そう、うん、素晴らしかったですね。あ、そうなんだ、はい、やっぱりその外人選手が G1 優勝したことなかったんで、さすがに今年も外人じゃないのかなと思ってたんですけど、面白い意見だなと思って聞いてたわけ。新しい時代、ヌーベルバーグを感じますよ。ヌーベルバーグ、 G1 クライマックスのベストバウトに外人が入るっていうのは、僕はそうなんです、非常に覚醒の感がありますね、はい、あ、珍しいことなんですね、昔から。強いて言うとリックルードぐらいのものですが、思い出せない、はいはい、それがケニーオメガっていうのは、その多分イメージで言うと第2回のリックルード以来の、そうですね、あれなんだろうね、はいはいはい、うん、何年以降なんですか。199294年前かな、第2回の時ですね、はい、じゃあすごいことだったんですね。すごいことだね、素晴らしいな、気になるな。はい、それではまあこんなところで、明日発売の DVD ボックス、長州力 DVD ボックス革命の系譜新日本プロレス&全日本プロレス激闘名勝負集をご紹介いたします。いやいや、これはすごいですよ、はい、今回長谷さんナビゲーターと、はい、して参加されていましたが、いやいや、今回の作品のご紹介をお願いします。これはね、作品のテイストとしては、昨年の11月に出た天竜さんのね、はい、作品の、まあ、
日本テレビプラステレビ朝日の合体という点では、うん、史上2番目の作品でございまして、はい、今回は77なんと8枚組という、うん、プロレス DVD 史上最長というね、長い、あの気の遠くなるような、あ丸一日見てても終わらないという、ね、時間にするとどれぐらいなんですか。25時間以上ありますね。1527分だそうです。1527分、はい、かつてない規模のボックスです、はい、だからまあ長いこともさることながら、あの新日本と全日本の時代が一つになっていいとこが全部入ってるというね、うんうん、長州力マニアにとってはもう25時間ずっと見て飽きない内容な、全盛時代が全部見られる、入ってます。はい、これはだからチョイスが難しかったですね。長州さんがデビューしたのは昭和49年だから今から42年前ですからね。42年間のいわゆるレスラー生活を凝縮するっていうのは8枚でも難しいわけですよ。確かに24時間って25時間って言ったらね、はい、そのうちの一つはジャンボ鶴田との60分フルタイムノーカットらしい、1時間で試合を入れたら25試合しか入れられないわけですからね、まあ、そんなにやってないですけども、そういう意味で非常にセレクトがものすごく難しかったですね。はい、中でもこれは一番長州力ベストバウトだっていう試合はどれなんですか。もうベストバウトっていうとね、長州力好きな人はそれぞれの意見があるからありますよね、っていうと難しいんですけどね、はい、やっぱり今言ったジャンボ鶴田戦なんていうのはね、60分ノーカットで入ってるから、はい、あのすごく、それでその試合についてこのあのビデオ DVD の最後に天竜さんと長州さんがたっぷり話してくれる、そうですね、そういうのが入ってるから、それなんか間違いなくトップ3の一つでしょうね。今だからということでですね、今だから言うけど、はい、あの試合はさらみたいな達観した感じで、うん、あの鶴田さんが亡くなっちゃったから言えるっていう部分もやっぱあるよね。はいはい、これはある。僕なんかも聞いてて、あなるほどと思っちゃうコメントがいっぱいありましたね。はいはい、全部入ってますけどね。私も拝見しましたけど、ね、この試合60分ってことを知らないで見始めて、そう、ね、そうなんですよ。あれまだ終わらない、まだ終わらない、30分、50分と思って、まさか最後まで60分いかないだろうと思って見てたら60分いったんでびっくりしましたね。若いファンは結果を知らないで、知らないで、全然知らなかったんで、そうだね、びっくりしました、これ。この DVD にも結果は書いてないからね。そうなんです、はい、そうなんです。それがいいんですよね。まあね、僕らみんな知ってて見るからね。ああ、そっか。あ、そっか、そういう見方の違いっていうのはありますね。うん、そんなニュートラルな目でご覧になった二階堂さんの、はい、なんかベストのおすすめがありましたら。ベスト、やっぱベストっていうのは難しいですけど、なんかいろいろ、なんか、プロレスファンの間で有名な、私みたいに新参者も知ってる事件がたくさん入っていたんで、うん、そうだね、その亀井の発言の、その、何でしたっけ、82年の10月、10.8、そうですね、後楽園ホールのこの大会の時に、長州力の方が先に入場したから、なんで俺が先に入場しなきゃいけないんだっていうことで、うん、亀井の発言につながったっていうのを初めて見て、あ、これだったんだって思いましたね。でその後の構想、藤波さんと長州さんの構想があって、これなんかお客さんがすごいなと思いました。なんかバン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 いろんなもんぶん投げるわ、なんかいろいろ言ってるわ、なんか今のファンってなんかお行儀がいいっていうか、そこまでする人あんまいないと思うんですよ、ね、あの後楽園で何の試合だったっけな、うん、どこかの試合で、まあ、当時あの会場も消防法がそんなにうるさくないから、もう通路までびっちりお客さんが入っててですね、熱気がすごいんですよね。そう、選手が入場してくるときがもうバンバンバンこう手が四方八方からめちゃくちゃ触るじゃないですか。あれちょっとどうなんだろう、選手はどうだったんだろうって思いました。また当時の会場エアコンがないですからね。ないですよ。そうなの。またお客さんバタバタずっと、そうそうそう、選手の汗もすごいでしょ。それも綺麗ですね。これがね、画面から伝わるんですよね。はいはい、はいはいはい、あのね、10.8 で今プッと思い出した。あの日はね、はい、あの雨傘番組だったんですよ、プロレスが。プロ野球があったんですよ。はい、で午後から大雨になって、急に野球が中止になって、急遽、はい、急遽、このそれまでは11時25分からの放送だったんですよ、はい、その録画で、録画とかディレイだね。それが雨が降って野球が急に中止になっちゃったもんで、奇跡的に、この長州の、うん、あの 10.8 が生中継になった。あ、これは今でも、長州力っていう人は運が強いなと思ったね。本当ですよね。あれがね、録画だったらやっぱり、深夜だったらね、
と違いますよね。ここまでインパクトはなかったと今でも思うね。だからこんなに有名な時期にもなったんですね。生中継と録画じゃ全然違いますよ。ああ、運命的なものを感じますね、うん。生中継だったからこそ翌日スポーツ新聞も全部一面で載っけるしね。ディレイだとそれだけその翌朝読んだ人があれこれ昨日の夜のやつかみたいに言うのと自分が8時から見たのやつ見るのって全然違いますからね。そういう意味でやっぱり運が強い人だなと思いましたね。そうだった。 あと事件といったらその84年2月3日の札幌 の藤波対長州で雪の札幌事件っていうんだね。そう、僕らその言い方かっこいいですよね。かっこいいなと思って。そういったね、それで藤原組長が乱入してくるっていう。私あの藤原組長がテロリストって呼ばれてるのがなぜか知らなかったんですよ。これです。これからスタートしたんですね。これを見て、あ、本当にテロリストだと思いました。あまりカメラが完全には追えないんだよね。そう、なんか実況の人でも何が起きてるかわからないし、今どうなってるんですかみたいな、もう大混乱。あれは超満員だからカメラが追えないんであって、あガラガラの会場だったら完全に追えちゃう。そうですよね、ガラガラの会場であれをやってもしらけますわ、まあ、これ生中継でしたよね。生中継でした。そうでしたよね。そうでした、そうでした。見てる人はどんな気持ちになったんですか。なんだって見えないわけですよ。そうですね、混乱で、うん、でもやっぱりだからこそ何が起きてんだっていう感は伝わってきたよね、うんうん、これもすごかったですね。あとはそのインパクトのすごさで言ったらアンドレ対長州がすごいと思いました、うん、ボディスラムやったとこね。いやもう四国のね高松だったかな。そうですね、うん、高松センターの。そうだったな。そういうのはあのこの DVD の見どころはその半分ぐらいが日本人で半分ぐらいが外人で、長州力っていうのはあの、うん、外人と名勝負ができないっていう揶揄をよくされてた。ありましたね、昔ね。言われてました、実況で。実況で何回も言うわけ。長州力はね、外人と名勝負ができない。これね、それは今のどのことモノマネですね。あのね、日本テレビの方が言ったんですよ。はい、なぜならば、新日本プロレスで日本人対決で出てきても、日本テレビ、全日本に来たら、世界一流の外人がいっぱいいるんだぞってことを、日本テレビの放送人としては言いたいわけですよ。馬場や鶴田や天竜は外人を相手に名勝負やってんだぞと、お前できるかっていうのを長州がよしやったら、だからその全日本プロレスの外人とやりまくってる名勝負が全部入ってますからね、はい、これがやっぱすごいなというね。タイガージェットシーンのやつ、タイガージェットシーン、テッド・デビアス、ニック・ボック・ウィンクル、ミル・マスカラスね、はいはい、ブルーザー・ブロディ、キラー・ブルックス、スタン・ハンセン、全部入ってる。そうですね、あすごい、この辺がやっぱり一つの見どころ、大きな見どころだと思います、はいはい。あとね、85年にね、はい、この長州さんが乗り込んでいきますでしょ、全日本プロレスに、その時にですね、我々があんまり、まあ、プロレスファンがあまり注目してなかった、まあ、全日本プロレスの、まあ、下の選手というか、ここから思わぬ伏線が出てくるんですよね。これが馬場さんとか鶴田さんに出る前に俺がやってやるっていうね、はい、これがいいんだよね、はい、大隈さんとか、大隈とかね、うん、そう、これいい試合だったんですよ。一発目のいいね。大隈さんって私あんまり知らない人だったんですけど、こんないい選手いるんだと思ってみました、ね、ベテランだけども、当時もう、まあまあ、前座といったらあれですけどね、下の方のカードに、まあ、アジアタッグチャンピオンでしたけどもね、そういうバイプレイヤーが全部出てくるよね、はい、また思わぬこの実力を発揮するわけですよね。そうそう、これもあの長州力の効果じゃないでしょうかね。長州効果だったね、はい、乱入した時がびっくりしましたね。あの最初に乱入した時、84年12月8日で、ね、はい、うん、そうですね、生中継が終わってね、そうそうそう、それではこの辺で中継終わりますって言った終わった後に、だからあれは一つテレビの契約があったから、はい、あえてその生中継が終わった後を狙って、うん、まあだから会場に来てた人たちだけへのボーナストラックみたいになったんだよね。サービスですよ、今回初めてこの、はい、映像として貴重な映像で、皆さんさようなら、皆さんさようなら、そう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 、ほらほらほらわざとテレビを終わった後の、はいはいはい、よくこの映像あったなと思いましたもん。その皆さんさようならの後の事件だったんで、でまあ先週亡くなったあのエーゲンさんなんかもいっぱい出てくるね、はいはい、出てきましたね。長州と一緒に新日本から出たからね、はい、あと初めて知った外人でリック・マーテル、リック・マーテルイケメンですね。これはもうね、すごいかっこいい。リック・マーテル、あの僕と同じ年ですよ、そうなんですね、僕も毛があった頃はリック・マーテルって言われたことあったんですよ、あでも顔形はちょっとフレンチ、イタリア、カナダ人ですね、フレンチ・カナディアン、フレンチ・カナディアン、ね、ハンサムなんですよね、お兄さんもレスラー、ボディもかっこいいですね、リック・マーテル、すごいかっこよかったです。長州とリック・マーテルの試合で、うん、全日本プロレスのその
生中あのゴールデンタイムの復活の第1回目が、はいはい、長州対リックマーティンだった。それがここに入ってるんです。7時でしたっけね。7時。7時、はい。10月19日かな。あの土曜日ね。だからそうです、ね、長州力にゴールデンタイムの復活の夢をかけたんですよ、日本テレビ。そんなすごい。その試合も入ってるしね。もう31年前かな。はい。うん。いいとこ全部入ってますよ。ビッグマーってるいいとこついてるね。かっこいい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 。女性らしい視線ですね。なんか昔ってそんなあんまりイケメンの選手いなかったみたいに言われてるけどいるじゃん。ああ、いるよね。あれはイケメンだよね。はい。うん。まあ、多分今の人たちが見ても普通にあかっこいいって言うと思います。かっこいい。かっこいい。あ、今でも岡田和親松尾じゃない？ああ、いや。私は岡田和親よりもリックマーティンの方が高いと。よろしいんでしょうか。申し訳ない、うん、ちょっとね、あの肉好きのいい人が好きなんで ね。マッチョでしたもんね。マッチョが好きなんです。岡田選手最近ちょっともうちょっと俺あのバンプアップしてほしいんだけど。でもあれがスタイルですからね。そう、あのスマートだから疲れてんなっていう感じがしてさ、もうちょっとこう岡田選手をエイトアップしてもいいんじゃないかと俺思ってるんだけど。でもあれが好きな女子が多いんですよ。あ、そうなの。ちょっとプロレスラーにしてはちょっと細いかなっていうぐらいのが。あ、そうなんだ。いい人が結構いるんですよ。もうちょっとこうなってもいいかなっていう。まあ私的には本当に、まあ、もっとがっちりしてほしいですけどね、うん、あと事件といったらその前田明が顔面を蹴る。ついに出てしまいましたね、これで。あのね、鮮明映像で入ってます。すごい。あまりこういうのを売り物にするのもいかがなものかと思うんだけど、売り物です。はい、でも歴史的なね、ああ、はい、場面ですから、うん、初めて顔面が蹴られる場面が鮮明画像でついに出てしまいました。そう、87年の11月19日かな。そうです、後楽園ホール大会ですね。まさかタッグマッチであんな事件が起こるとはって思いました。これについても前田さんがゲストで語っておりますので、うん、内容はあのぜひね、はい、あのご確認いただきたいと思うんですけどね、はい、あ、これ生放送だったんですか。いや、これはあの生じゃないです。あのテレビでは流れませんでした。あ、流れなかったんですね。流れなかったのを今回テレビ朝日さんの映像が初めて蔵出しされたという。もう随分綺麗にパコンって綺麗ですね。あれでは目も折れますね。びっくりしました。あれ骨折したんですよね。眼下底骨折。眼下底骨折ってこのソケットが折れちゃうわけですよね。あれなんか鼻血かなんか出てましたよね。出てました。あの今年あの豪栄道関が白鵬関の右のかち上げでこうやられた時も鼻血が出てて、はい、ここを折ると鼻血が出るんですね。気をつけてください。いや、私大丈夫だと思います。大丈夫です。そんなことないと思います。やられたことない。ないですよ。格闘家目やられたことない。ことはないです。あ、ないないです。一応反則なわけ。目はなことない。あ、目は反則ですね。あ、目狙っちゃいけないの。目、なんかこうとかダメですね。あ、まあそうだな。いや、鼻血が出るんだよね。不思議。あと二階堂さん別に違和感ないかもしれませんけどね、はい、まあ、我々の世代ですとですね、こういったプロレスのビデオとか DVD でですね、選手のこのオリジナルテーマが入ってるというのは革命なんですよ。今回この長州だけじゃなくて、あのジャンボさんのテーマも当然ね入ってますし、こうなると今このプロレスの欠かせない要素ですから、これまたぐーっと盛り上がってくるんですよね。とりわけあのやっぱりパワーフォールが入ってないと、はい、そうなんですよ。若干ね、これがねなかったら、これオリジナルのまま入ってますからね、はい、そこからこの全てのディスクが入るから、はい、乗るよね。そうなんです。口ずさんじゃいます。そう、そういった意味でも素晴らしい作品ですね。あの曲ってやっぱり名曲だね。高揚してくるよね。はい、うん、全然そうだね。名曲という感じじゃなかったんですよ、キングレコードのアルバムに入った、ね、あ、そうなんかね、こうスタジオミニちゃんがやっつけて作ったような感じだイメージだったのがあったんだよね。長州さんの活躍によって名曲に昇華しているという、ね、前奏がないんですよ、いきなり入ってくる、はい、あー、チャンチャラッチャ、あ、違う、チャ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 って入ってくるんだよ。で前奏がないから今ミスター X さんってやっつけ仕事みたいな印象があった、はい、でも長州が活躍によって前奏がこの人はいらないんだ、うん、それがハイスパッドレスリングっていうものと直結するんだよね、はいはい、イメージが。だからうまくできてるなと思ったよね。僕はテーマソングっていうのは最近本当に重要なファクターだったんだなってのを最近思うよね。欠かせませんよね、はい、僕なんか否定派だったの昔、テーマソングなんかいらないじゃんって、なんかね、いりますよ、なんかおちゃらけみたいなの言ってた、書いたりしたよ僕、テーマソングは不要だと、だってリング上の勝負のレスラーが入場の時から湧いてどうすんだみたいなことを書いてたわけ俺、やっぱりそうじゃねえなっていうね、
最近反省みたいな、そうなんあのことを懺悔してますけどね。パワーホールなんてのはその先駆けですね。なんかパワーホールっていうなんか噂によると、はい、作曲した人はプロレスあんま好きじゃなくて、ね、適当に作ったっていう噂聞いたことありますけど、うん、適当に作った感があるんだけど、そうそう結果良かったみたいな。長州さんの功績で ね, ね、はい、あのそれからもうリングアナウンサーに合わせないんだよ長州ってね。例えば二階堂綾野っていう時綾野って言うじゃないですか、はい、それが長州ってこう外すんだよねテンポ。これなんですか、脇の汗をこう拭ってリキっていう時に突き上げるんじゃなくて長シグラでこうやってもうあとはこうあのテンポのズレがね時代を先駆けてたの。あとあんまりコールされてない気がしますね。あの乱闘を急に乱闘し始めちゃうからコールされてない。よかったですね、はい、すごいびっくりしました。あれまたコールされない、またコールされない。すごくこう請求になったよね長州力の存在で、そのプロレスそのものが、はいはいはい、まずリング上のボディチェックみたいなのがマックスでさないない、もういきなり入ってもうだから試合時間も短いんじゃないかな。あそうですね、うん、結構思ったよりも。だから60分の試合が急に60分かみたいに思いました、ね、うん、長い試合が。あ、お客さんもそのテープを持ってきたはいいけど投げるタイミングがなかったんでしょうね。試合中にぶん投げれば投げる、試合始まってるのにトイレットペーパーとかブン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 飛んできて、ね、びっくりしましたね。今じゃ考えない。今テープって禁止なの？ダメ、初日はダメですね。そうなんだ。そうなんです。あ、なんだろう、これのせいかな。投げたらどうなんの？人に当たって危ないからとかですかね、わかんないですけど。最近見ないもんね。うん、でもこの当時なんであんなトイレットペーパーブン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 飛んでたんでしょうね。よくトイレから盗んできてこう ね, ね会場のトイレから取ってきたんですかね。当時生卵を投げたりとか、生卵悪質なファンもいたんですよね。説明を出したらあれだけど、横浜文化体育館ってのが日本一ひどかったね。そうですか。あの横浜のお客さんの行儀って一番悪かったね。遠藤幸吉さんの工場ですね。そうですね、はいはいはい、実名が出ましたね。まあこれ長州力さんもね74年でしたっけ、これデビュー当時から入っていて、うん、ね、あの82年のこの世に言うこの有名な決起までの流れがありますけど、長州さんってこのいわゆる革命っていうんですかね、うん、その前と前後急に試合スタイルが変わったとかじゃないんですよね。同じだよね、はい、基本同じだよね。そうなんですよね、これ見ますとね、ちょっとしたからめっちゃかですね、はい、やっぱりこの長州さんのこう魂っていうか、この決起以降は、うん、そんな違うんですかね。人間ってこんなに変わるもんだなと思いましたよ。基本一緒なんだね。そうなんですよね、基本に忠実なね、パワーレスリングでしたけども、うん、はい、74年から2000年ぐらいまで入ってくから30年ぐらいのスパンでやってるんだよね、はい、でも顔もあんまり変わんないですよね。基本変わんないよ、ね、そんなに変わんない。髪型も変わんないですし、基本変わんない。メキシコ行って髪ね飛ばしてね、うん、最初なんかアフロみたいな、アフロというかパンチパーマというか、なんかポコッとあれも似合ってたんだけどね、はい、羨ましいよね。もうなんかもうアフロなんかできないよね。あ、本当にやりたいんですか？伸ばせば伸ばせばいけます。前田さんと長州さんと天竜さんとこう対談が入ってるけど、3人、うん、お3人とも、あ、前田さん僕よりも2つ若いけど、うん、皆さんふさふさしてるんだよね。あ、確かに。あんなにブリッジなんかいっぱいやったのになんで髪の毛ね、うん、ええ、私も羨ましいと思ってます。人目脱げてね、はい、もうね、皆さんのご想像の通りですから、はい、全然関係ないんですよ、申し訳ないです。あ、でも対談でちょっと面白いなと思ったのが、長州さんも前田さんも滑舌が悪いで言ってるじゃないですか、うん、で前田さんが長州さんみたいに言った時に、あんま、あくら長州さんになってるよ、お前滑舌悪いなとか言ってて、長州さんなんじゃん、長州さん、いや、お互い滑舌悪いのに滑舌悪い者同士でなんかね言い合ってるという、めちゃくちゃ面白いです。でもね、あの対談は 100% あのお聞きになれると思います。うん、うん、あの全く分かんないとこは僕は本当になかったです。うん、とかこうやって見て聞けばね、あの結構絶対分かると思いますよ。滑舌が悪いってのは結果、あの真面目に聞いてないことじゃないかなみたいに思ったです、僕は。あ、その前後の流れが分かってれば、うん、話の流れは分かりますね。分かります、うん、今あの正直ですね、うん、この DVD に入ってるこの対談の組み合わせというのは初めてではないと思うんです。あちこちでやってるかもしれないんですけど、ね、今回はですね、流れ智美さんが司会をすることによってですね、うん、一本芯が入るというかですね、いやいや、うん、歴史的裏付けのもとに対談してますから、今回はまたそういった意味でもですね、あの新しい魅力が、新しい秘話が飛び出してくると思います。そう言っていただけるとありがたいんですけども、はい、あのプロレスファンの知りたかった真相が全部語られてるというぐらいの自負はあります、うん、ありがとうございます、はい、そこはあの自分でもあの悔いのない仕事ができたと思ってます。
ぜひ試合と一緒に楽しんでいただきたいですね。はい、そうですね、はい、はい。私もこの DVD の対談を見て初めて馬場さんのプロレスと猪木さんのプロレスの違いがはっきりしたっていうか、なんか腑に落ちたっていうのがありました、ね、その話を聞いてすごいためになる。まあ皆さん60越したからその人生を俯瞰して言えることってありますよね。今だから、うん、今だから、はい、ああいうお話ができたんですね。はい、そんなところで今後の DVD 発売のラインナップ情報に参りたいと思います。はい、はい、それでは明日2016年12月7日発売の長州力革命の系譜新日本プロレスと全日本プロレス激闘名勝負集 DVD ボックス DVD 8枚組本編1527分25時間以上でございます。はい、そして2016年12月21日発売 G1 クライマックス 26DVD 3枚組でございます。そして2017年2月8日発売の矢野徹プロデュース DVD YTR VTR 第5弾、第5弾、ゴール川道和志が行く大人の社会科見学、ベストセラーシリーズの第5弾ってのはすごいね。結構割と出てますよね。毎回毎回面白いことになってるね。はい、でもこの中で今後発売される DVD の中で、まあ、やっぱり一番注目なのは、まあ、長州さん、まあ、明日の、まあ、それが一番注目ですけどね。まあ、のワイドショーなんかでもね随分取り上げられてましてね、はい、異例のことらしいですね。はい、民放各局の皆さんじゃ各局がね、三方さんこれね、このパネルご覧になれますでしょうかね。これ素晴らしい、うん、でっかい。この写真用のセレクションはいいよね。やっぱりこれだよね、はい、サソリ固めをかけて、はい、この革命という時代、これは多分新日本プロレス時代の写真じゃないかと思うんだけど、うん、80年代中期、うん、そうだね、はい、これベストな写真だと思います。こういうこのポーズだよね。はい、うん、私サソリ固めやってもらったんですよ。誰にパレハに。あ、パレハに、そうおびっくりした。いや選手じゃないです、選手じゃないです。いや、もうどんだけ辛いのかなと思ってやってもらったんですけど、まずこの足こうやって挟むじゃないですか、ここに、うん、その時点で足首が決まりそうになるんですよ。これがっちりこう足を組むんで、まず足首が辛い、うん、その後ひっくり返される時のひっくり完全にひっくり返される前の段階でもう首が変な形に曲がるんで、うん、その段階でかなり辛いんですよ、うん、でそのまんまひっくり返ったらもう楽になるんじゃないかと思ってひっくり返ったら今度は息ができないんですね。この体勢になってどん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 腰を低くされるとだんだんなんか胸肺が苦しくなって息ができなくなる、身をもって体験されたと。そうだから5分も何分もなんか耐えられたりする選手結構いるじゃないですか。だからもうちょっと私は無理だな、信じられないなと思って。スコーピオンデスロック一つとってもね、他の選手とは全然違いますよね。違いますね、うん、一番かっこいいですね。かっこいい、うん、やっぱりね、藤浪さんもこう起きてぶりとか言われたけど全然違う。違いますね、やっぱりね。長州のサソリ固めは一味も二味も違うね。はい、なんでかわかんないですけどね。なんかやっぱりかっこいいんだよね、うん、ひっくり返す時の刹那のパッっていうあの回転の殺気が抜群だよね。あれは早いですね、はい、長州さんのがっちりした体格に合ってるかもしれませんね。そうだね、藤浪さんはね、その片方、はい、あれって片方で返すってこう上半身だけで返そうとするじゃん、うんうん、長州さんの体全体でやっぱり変な話、足が短いし、はい、バランスがいいんだろうね。うん、そう、足が短い日本人はレスリングが得意って言いますからね。これあのアマチュアレスリングであのアンクルホールドっていうのがあるんですよね、うん、それの応用なんですよね。へ、アンクルホールドってこうすね、はい、スネをクロスされて回転されると人間ってくるくるくるって回ってポイントが重なっていくんですよね、はい、うん、フリースタイルのレスリングでよくあるそれの応用だって言ってましたけど、やっぱりアマチュアのオリンピックの代表だったね、はい、長州力ならではのオリンピアンならではオリンピアンならではの必殺技だよね。うん、デビュー戦からずっと使ってるっていうのがこれを使ってるっていうのはすごいよね。すごいです、うん、はい、それではそろそろ終了の時間が近づいてまいりました、はい、ミスター X 本日はいかがでしたでしょうか。はい、もう今日はですね、いよいよ待ちに待った長州さんの発売ですからね、はい、はい、いやもう25時間まだまだ楽しみたいと思います。何回でも見れる DVD だと思います、うん、はい、ね、はい、それでは流れさんはいかがでしたでしょうか。まあ日本テレビさんとテレビ朝日さんの合作というね、はい、やっぱりこういう事業をね、プロレス文化を残していくっていうのは我々の一つミッションだと思ってますんでね、うん、これからもこれで終わらずにね、はい、いろんな企画を皆さんにご提供できたらなと期待しております。期待してます、はい、
それでは次回の生配信についてはツイッターにてお知らせいたしますので、ぜひチェックをしてください。以上 NJTW DVD ディラックスボリューム31でした。次回もぜひご覧ください。さようなら。パルカパルカ。